アドベンチャードーム内部東京サマーランドは東京都飽きるの市にあるテーマパーク日本最大級の流れるプールや天候を気にせず遊べるドーム内プールなど多彩なウォーターアトラクションが中心また株式会社東京サマーランドはこれを運営する企業で東京都競馬の完全子会社であるサマーランドロッジ閉館プールエリア 編集コバルトビーチ1時間おきに高さ70センチメートルの波が押し寄せる遠浅のプール、ティキ、スライドハワイで守護神とされているティキ像がモチーフのウォータースライダー。身長120センチメートル以上で利用か、ロックビーチンから一気に600リットルの水が流れ出すプール、アドベンチャーラグーンにあるアクアファンの小型版、2011年3月より樽がリニューアルされた。 フルーツアイランド様々な果物で彩られた、子供向けプール、南水ジャグジー温浴ジャグジー施設、湯、遊ぶ大道靴アドベンチャードーム地下にある、大型温浴プール施設、ドライエリア、編集アドベンチャートレイン機関車型ライドアトラクション、ミラーメイズ鏡のメイド、ゲームパラダイス約100台のマシンが揃うゲームコーナー、ビーバーレーク長さ40メートルのスタンダードなプール、 噴水アーチは A 噴水でできた水のアーチ。夜にはライトアップされるスプリングハウス温浴プール施設。アドベンチャーフォール子供向け施設。グレートジャーニー全長650メートルの世界最大級の流れるプール。ファウンテンビーチ水深が浅く、地中から水が噴き出している。アクアファンズ城の樽から一気に1.2トンの水が流れ出す。モンキーフロートスーパーモンキーフロートの子供版。 ドボンスライダーの出口と着水プールの水面に高低差があり、その名の通り滑った後に落ちる新感覚ウォータースライダー。身長 140cm 以上、体重 105kg 以下、年齢60歳以下で十分な泳力があれば利用か。タワーズロック高さ 20m のウォータースライダー。2種類のスライダーがあり、2人乗りのフロートに乗って滑る。両者ともに、 身長 140cm 以上、合計体重 180kg 以下で、利用か、スネークスライドを曲がりくねった水路を滑る、ウォータースライダー。2002年のリニューアルではトンネルが付けられ、二人乗りのフロートに乗って滑っていたが、現在は、フロートは廃止されている。身長 110cm 以上で、利用か、キディスライド子供向けウォータースライダー。 スクリーマー二人乗りのフロートで10メートルの高さから急降下するウォータースライダー。身長130センチメートル以上で利用化。デコラ白と黒のカラーリングが特徴の日本初導入となる超大型スライダー。4から6人乗りの専用円形ボートに乗って急勾配を一気に滑り降りたかと思うと、すぐさま巨大なファンネル状のコースに突入し、 左右に大きく揺さぶられながら滑るスライダー。身長130センチメートル以上、合計体重454キログラム以下で、利用可。この施設のみ、利用料金が設定されていて、1回500円もしくは、乗り物券2枚か、フリーパスが必要となっている。スーパーバウンティ海賊船を模した振り子型アトラクション、トルネード垂直宙返りとひねり回転をする、ジェットコースター。 ウェーブスウィンガー回転ブランコ。ラブエクスプレス遠心力を利用した回転型アトラクション。最初は前向きで回転するが、しばらくするとシートが覆いかぶさって暗くなり、さらには後ろ向きで回転する。スピンディングギーボート型の乗り物が回転しながら揺れ、荒波にもまれたかのような動きをするアトラクション。ファンコプターランダーズカップスターホイール大観覧車。 コーヒーカップメリーゴーランドお化け屋敷機械式のウォークスルー型お化け屋敷キッズランドアイスケーブマジックハウスダウンタウンアーケードゲームコーナーサマーランドロジゴルフ練習場テニスガーデンアジサイエンデーキャンプ場営業日営業時間は季節により不定期に変わるので公式サイトの年間カレンダーを参考にしたり園に直接問い合わせるなどしてから出かけるようにしたいサマーランドのネーミング通り 冬場は整備のため長期休業になることが多い。通常のアクセスルートは、あきるのインターチェンジ交差点を左折するが下きは、渋滞するため交差点を右折する迂回ルートもある。また、あきるのインターチェンジ混雑時、県央道鶴ヶ島ジャイクション方面から来た場合は、県央道日の出インターチェンジ、中央道八王子ジャイクション方面から来た場合は、県央道八王子西インターチェンジで降りてアクセスした。 方が比較的早い場合もある。詳しい迂回ルート情報は東京サマーランドホームページに記載。ありがとうございます。